にちは、かくすけです。やっていきます、ビアインスペースホリポテトズということで、ジジを救出するところにやってきました。進めていきましょう。ジジだ、ジジだ、はじめまして。あ、同じようなメガネつけてる。ジジ、着いたよ。キャシ、フェイ、なんで来たんだ。あ、何を言ってるんだジジ。お前たち二人にはここは危険だ、早く脱出するんだ。ジジを置いていったりなんかしないよ。この扉を開ける方法さえ見つければ。母親たち似ている。薄気味悪いな。出た、春だ。あ、お母さんじゃなかった春か、この人か。なんかね、ガンダムに出てきそうな人ね。春、ジジを返してもらうわよ。さもないと。それはできない。あなたがポジションにないと確信しています。お買い得です。ん？失うものは何もない。あなたを連れていく必要があるの。あ、それについてはあまり確信していません。友達がどこにいたのか疑問に思いますか。ここに入るために戦った人たち？あ、元子と他の仲間はどこ？彼らは生きている。今のうちはそれを行うためです。あ、儀式のために生贄にしてるのか。ハル、そやつらには手を出すな。彼らすべてを行かせましょう。まだ変えることができるんだ。私のことを聞け。いいですよ、私のそばに戻ってくるというのならね。私を助けてくれるのか、何が必要なのか。お前のやり方には決して賛同できん。それがより良いもののためなら気にしないでください。あなたが引き起こした全ての苦痛と苦しみを正当化するものではありません。もうやめるんだハル、お前の帝国はもうボロボロだ。それなのにまだ続けるつもりなのか。それは完了しなければならない。誰かをやらなければならない。主へ、それをつかめ。旧友を説得するためにレバレッジが必要だ。やめろキャシー、フェイ、なぜこんなことをするんじゃハル。お前はすでに欲しがっていた全てのテクノロジーも知識も全て銀河艦、そして銀河艦帝国の全権も手に入れているじゃないか。これ以上私から何が欲しいってんだ。ハル、もう十分だ。意味のない会話に疲れた。何か訳ありっぽいですね。やめろ、それらを傷つけないで。ハル、この混乱をやめてください。走れ女の子たち、走れ。ここでお前はやられている。やられているって、やられるかな。ごめんなジジ、逃げるためにここに来たわけじゃない。どちらもなかった。ハル、あなたがジジを必要としているかわからないが、私は気にしない。あなたがもし理性に従っていれば、お前の元に逃げさせるだろう。総員、不可思議ももう一度乗るんだ。おっしゃ、戦いだぞ。これがそれです。これを終わらせる時が来た。これが最終的な対決です。準備はできたか。多分大丈夫かな。ちょっと不安だけどね。いけるかな。あなたらスパットリングも大胆になってきました。あなたはペグをノックダウンする必要があります。ペグ、ここに来るために何をしてきたのか知らないだろう。事情置いていったりしな、なんかしないよ。そうだね。わー強そう。拡散法、フレームアタックスは2回ジャンプし、ジャンプごとに 15% 少ないダメージを与えて、各ターゲットに炎を発生させます。やけど系か。3回まで攻撃します。204から300、9000ぐらい、いや900ぐらい食らうな。マークと露出ね。マークはね、ちょっとね、されたらシールドをつけやすいっていうのはあるんだよね、若干。これがちょっと厄介かな。デバフかけて、防御力強化。これは基本ですね。それを、やって、パンディの箱を守ろうかな。パンディの箱は結構弱いからね。もう一回ぐらいデバフをかける。はい。1072、やっぱ強いね、ブンブン。235食らった。回復はまだ大丈夫。これ怖そう、これ。はい、シールドに守られちゃうかな。よし、倒した。2つぐらい倒して全体を攻撃しようかな。
ちょっと回復ターン。これは、やけど露出でしょ。3回攻撃はちょっと厄介かな。ああ、やけども結構厄介だけど。いいよ、クリティカルがすごい出てる。うん。大丈夫。これ倒せるかな。デバフかけよう。はい。これ運次第だね。よし、クリティカルまで出してくれた。で、ちょっと戦隊を攻撃していきましょうか。よし、そんなにダメージは食らってないから、うん、普通に攻撃していきますよ、全力で。よし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 、強い、ブンブンが強い。いいよ、守ってるよ。ほい、ブンブン。回復は今はいらないでしょ。うん、防御力アップでもするか。あ、でも使えるから回復もしとくか。1406、いいぞいいぞ、すっごい削ってるぞ。うん、回復くんが食らった。うん、まあまあまあ普通にいけるよ。1846、強っ。ん、逃げたな。あ、怖いの強いんだよな。はあ、これで彼らは飛行機のように死体にできる。ん、死体に来る。間もなく彼も来るでしょう。それまで少し楽しく過ごしましょう。それは再びそれらのものです。何について怒ってるのですか。うん、よくわかんない。狂気の匂い、うん、20% のダメージ。これがな、強いんだよ、有害なスティンガー。私も使ってるけど、これ先に倒そう。まず倒そう。やばいからね、これ食らったら。まだね、チャージがそんなにないんじゃないかなって。よしよし、え、来た、有害なストライク、やだ。あ、よし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 、大丈夫、まだ大丈夫。これ倒そう。これ確実に倒して、デバフはもういいな。回復もまだ大丈夫だから、防御力アップしつつ、うん、これで OK。 とりあえずよし、壊した。うん、大丈夫。コスミックホラー、うん、あ、回復しなきゃ。マーキングするは別にいいんだ。よし、守って、これも一応倒しておこう。 20% の攻撃のやつね。ほい、うん、べちゃー。うん、狂気の匂いがついたね。おっしゃ、これ全体攻撃で倒しつつ本体を攻撃していきます。回復した方が良かったかな。よし、倒した。回復しようか、ちょっと。よし、はい、お、いいぞ。4000か、 HP 高いね。敵の回復しながら攻撃、うん、もうね、メイン火力はブンブンだけだからね。あ、新しい武器を試す時が来た。オブリビオンが来た。わー、自爆かー。回復しなきゃ。素晴らしい、これらの台風はうまくいくはずです。あ、なんか変わってる場所が。ハンター狂ってる、私たちをラボラットと扱ってただで済むと思うなよ。実験用ネズミってことですね。と、全体攻撃、あー、防御力を高める。あー、これジャンプするやつね。 100% 分回復か。これ倒しとこう。うん、これ倒そう。デバフをかけて、防御力はすでに上がってるからいいとして、回復も一応しておこう。ほい、よし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 、やけどやら回避やらつけて。うん、画面赤くなるの怖いんだよね、びっくりするんだよね。大して食らわないんだけど、実際のところは。ほい、よし。で、あとは強い、全体攻撃やっぱきついかもな。困るな、ジャンプさせるやつの方が強いっちゃ強い気がするんだよね。回復して、ちょっとこれ守って、デバフかけて、うん、攻撃しよう。いいよ。うわー、
強い。常に回復しないといけない。これはやっぱこっち攻撃するべき。いやーもうそんなねブレブレだとダメだね。まず一つをしっかり倒さないと。はい、うん、回復しつつね。よし、シールドも破壊したぞ。あとは攻撃するのみだ。よし、あーよかったよかった。やっぱねジャンプしてるやつが強かったっぽいですね。全体攻撃の方は100いくらかしか食らわせてないっぽい。私に対して1358、いいよ。1000超えが出たら嬉しいね。やっぱまだ大丈夫まだ大丈夫。攻撃攻撃、バフもかけ、デバフもかける。よし2600、素晴らしいよ。ブンブン、よしちょっと回復しよう。ほい、はいはい、よしよし。あーすごい、いいよいいよ。ブンブン強い。回復もしながら攻撃、うん、よしよし。逃げるもんな、すぐ。でこの子が出てくるんでしょ。ブンブンなんとかしないと。最初にブン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 、はいはい、やっちゃれやっちゃれ。あーまだ壊せないか。いやーいやー全力で攻撃してきた。はいや、全体攻撃、こっち、はい、ブンブンは倒してくれると信じてる。よし倒した、よしよしよし。うん、この2つだけになったらまあ大丈夫だ。あー攻撃力ダウンが入っちゃったな。まあそれでも強いんだけどね。うん、はい攻撃、よし。このね刺すような視線は大したことないから、まあ強いけど大したことないから守りつつ、ひたすら戦隊をね攻撃していこう。でまた最後に自爆する可能性があるから回復はねしっかり入れていこうね。うん、半分切ったんじゃ、あまだ自爆しないか。はい狙っていくよ。よしよし、ほらね自爆するでしょう。で、もう船の後ろだよ。あなたはこれを支払うつもりです。ハル、それはあなたが今私たちを悩ませたの2倍です。ん？対応は完全にテストされましたが、それ以上のことはありません。あなたはそれを無駄にするつもりはない。これを終わらせる時が来た。なんか考えてそうだね。マークと露出。強化する。防御力を高める。あーもうどれからやればいいかわかんないよ。全部強いよ。でもこれが強いんだよな。強化も怖いけどこれを先になんとかしたい。うん、ちょっとファンディの箱が弱いから守ってあげよう。はい、よしよし、強い強いよ。これはやばいよ。4つもしてくるよ。チャージ、うん、ダメージダウン。これ減少させておこう。うん、これをね、この敵のね、武器を壊すまで、ちょっと防御力強化をしておこう。これと、これと、これだな、強化のやつを倒してくるね。よし、壊した。よ。外した？1個。あれ？そんなことない？で、回復するよ。回復して、攻撃して、デバフをかけるよ。相手全部火傷になってる。素晴らしいよ。いいねー。お前とは十分、え？なになに？エクリプスの怒り？アタックが上がった。なるほど。うん、大丈夫だよ。うん、大丈夫だよ。うん、この辺攻撃しておくけど、
この辺先に倒すけど、まあ大丈夫でしょう。はい、はい。うん、大したことない。よし、船体を攻撃して終わりだ。いや、終わるのか。もう一回ぐらいなんかしてくる。ミニオンたちを、ああ、仕事。オーバークロック。え、時間元に戻し、え、オーバークロック、何した今。あ、ん、回復した、わかんないや。ほい、あ、なんか強化されてるな。回復、攻撃。うん、全体を削っていくよ。刺さった、トゲだった。またエクリプスの怒り、アタックアップ。一つアタックアップされたってな、なんてことないよ。はい、かけて攻撃して、回復して攻撃。ただね、回復の方がね、防御力アップで攻撃力が強いからね。よしよし、あ、ちょっと復活してるな、シールドが。はい、攻撃力強い順に攻撃していきましょう。あー、まだ続く。ん、あ、回復か。何も傷はない。攻撃力を最大限に引き出す。私たちはそこについています。キャシー、彼の船は弱体化し始めているだね。またちょっと防御力強化しておいて、上の3つを倒そうかな。とデバフかけて攻撃して、防御力もアップ。はい、シールドはね、すでに削った状態だからね、今1個外したでしょやっぱりな。ふふふふふ、そんな大したことないな。やっぱあの技はいいね、フェイの技。いや、回復する必要はないな。チャージを貯めておこうかな。よーし、1個壊した。うん、大して強くないもんな。はい、全体攻撃。ほい、こっちも火傷してるのはちょっと嫌だけど、トゲだった、エクリプスの怒りね。よし、もうある程度倒したから大丈夫。2つだけならね、ジャンプするやつがね、いたらちょっとエクリプスの怒りは怖いかもしれないけどね。ちょっと回復しようか。はい、はい、よし、ミスったね。うん、まあまあ攻撃食らうな。でも回復ができるから大丈夫。チャージのね、チャージ率がすごいからね。オーバークロック、本当よくわかんないんだよね。よくわかんないんだよな。回復しよう、攻撃しよう、攻撃しよう。オッケー。ね、ブバフが消えてるとかでもないもんね。あー、エクリプスの怒りね。大丈夫、大丈夫、あとちょっとだよ。5235残り。今度こそ後ろに下がったりしないかな。もう一回デバフかけておこうか。よし、あとちょっと。あー、下がったか。あれ、あ、復活か。あなたとルーツは全て同じです。毎ターン白押しをする。これ以上待たないことについてはあなたは許してくれるだろう。うん、我々は同じだ。私たちはあなたを倒すために全てここにいる。あなたの怪物。行こう、フェイ。それは最後のプッシュです。よし、最後ね。オッケー。3400ならすぐ行けるんじゃないか？まあ、シールドつけようかな。ゴリゴリ削っていけるような気がするな、340なら。ちょっと船体攻撃してみます。あとちょっと、852だよ、あと。よし、外したでしょ、ちょっと。452。いける？いける？回復しよう、一応。ほい、攻撃。よし！ハル、もう逃げられないよ。おっと、これまでだ。
もうどこにも逃げ場はないわよ。愚か者どもめ、何をしたか分かっているのか。命乞いかい？あんたらしくないね、ハル。あの船はもうどこにも行けない。乗り込んでジジを助けに行こう。大丈夫かな？ハル、ジジを解放するんだ。それ以上近づくな。近づいたらどうするっていうのさ。いい加減にしろ、ハル。あんたの負けよ。ルートが全てのエクリプスの基地を抑えているわ。私たちの勝ちよ。潔く負けを認めてジジを返して。ハル、もうそこまでじゃ。終わりにするんじゃ。頼む。行け。ジジ。うわ、キャシー。うわって。また会えて嬉しいよ、ジジ。こっちにおいで、フェイ。じいちゃんを抱きしめておくれ。無事でよかった。どうしてあいつらに捕まったりしたのよ、ジジ。ジジを見つけるのにどんだけ苦労したか分かってるの？ほんと大変だったよ。もう二度とこんなことはごめんだよ、ジジ。絶対にダメだからね。わかった、わかった。もうお前たち置いていったりはしないよ。ふん。よし。もとこに連絡して何があったのか報告しないとね。ちょっと待っとくれ、ハル。ジジ？聞きたいことがある。なんでこんなことをしたんじゃ？こうなる前からわしがお前を手伝うことはないとわかっていたはずじゃ。お前には必要なものはすべて揃っていた。わしにお前を手伝えることなどこれ以上なかったはずじゃ。じゃから一体なぜなんじゃ？まだ必要なものがあった。いや、欲しかったんだ。は、何がじゃ？君との友情だよ。おそらくローズが言うように、私は本当に年を取って感情的になったのだろう。でも君との友情がすごく恋しかったのさ。昔は仲良かったのかな。あなたのような人はいなかった。あれから自由に話せる人などいなかった。言い返してくる者もいなかった。私を正気に保ってくれる者などいなかった。なんじゃと、ハル、どういうことじゃ。わかるか、頭の中で彼らの声がするんだ。いつもあなたを殺せ、世界を破壊しろ、彼の思い描く世界を作り直せって声がね。そんな声を振り払おうとしましたよ。でも負けてしまったんです。おそらくお前のやり方が彼らのものと似すぎていたからでは。ふん、おそらく。わしらに任せておけ、ハル。事情を知ったからにはわしらも戦うことができる。一緒にな。ジジ、キャシ、フェイ、大丈夫？モトコ、無事だったのね。スターチーとハッシュと一緒にヒッチハイクしました。ハルを連れに来ました。よくやった、モトコ。さあ、ハルを連れて行ってくれ。あいつが抵抗するとは思えないし。わかりました。ではまた後ほど。ジジ、一体どうなっているの？あいつらって誰のこと？何が起こってるの？お前たちを見てごらん。二人ともこんなに大きくなって。へへ、私たちもいろいろとあったからね。な、フェイ。うん、いっぱいいろんな人にも会ったしね。そうかそうか。お前たち二人はわしの誇りじゃ。さて、そういうのはこれくらいにしてと。私たちに全部説明してくれるの？フェイ、さっぱりしてるな。クソ、お前たちの気をそらせるかと思ったのに。あ、そうだそうだ。もう少しでとぼけられるところだった。一体どうなってるのよ。これは長くて込み入った話じゃ。酒でも飲みながらじゃないとな。どこか座ってちゃんと話してやれるところに移動しようかの。それならキャシーが宇宙船のバーにしこたまをお酒を溜め込んでるよ。その通り。もう自分の世話は自分でできるもの。そうでもないよ。まだ洗濯機の使い方もわからないんだよ。ちょっと誓って言うけど、あれは船のエンジンなんかよりも複雑なのよ。それにあんただって食生活はひどいじゃない。そうだね。あんたのだって健康的な食事なんかじゃない。あんなの気持ち悪いネバネバじゃない。はっはっは。どうやら二人ともまだまだのようじゃな。またトレーニングに戻った方が良さそうじゃな。あ、トレーニング？ジジが私たちと一緒に来るの？ルートはどうするのさ、ジジ。
何かが起こる気がするのじゃ。ルートはお前たちの助けが必要となる。そしてお前たち二人はこの事態に立ち向かうには十分なようじゃしな。準備としてお前たちのトレーニングを終わらせる。逃げようなどとは思うなよ。やった、ジジが一緒に来てくれるんならいつでもトレーニングでも何でも受けてやるわよ。わしの究極トレーニングを3日受けても同じことが言えるかな。ぎおかえりジジ。あーよかったよかった。彼らっていうのが気になるところではあるんですけども、ん、続編があるのかな。まあとにかくクリアできました。ありがとうございました。いやー、私の宇宙船が飛んでますね。いやー、このね、最後武器を変えようかとも思ったけど、これでよかったね。なんかね、安定してるっていうか、レベルはちょっと低めではあったけど、まあ勝てましたし。ハルは本当はやっぱ悪い人じゃなかったんですね。複雑だな。若干ね、ちょっと翻訳があれなところありましたが、大元のね、大きなストーリーの流れっていうのはつかめたと思います。いやー、やっぱね、ホーリーポテト面白いですね。前作もやったけど、やっぱね、ちょこちょこね、いい感じにおふざけを入れてくれるのが、で最後はなんかね、いい感じにやってくれるんだよな。いやー、ブンブンが強かった。でこの回復はもちろんね、良かったんですけど、ハンディの箱がね、やっぱ一番私長く使ったんじゃないかなと思ってます。え、これが彼ら？ちょっと最後になんか怖い感じで終わらせたな。本当にさっきので終わり？嘘、気になるよ、続行。どんなところから来る？やっぱこっからなんだ。うわ、最後何何、次回作があると信じて、それを発売を待ちましょうかね。よし、では今回のね、ホーリーポテトスフィアインスペース、今回で最終回となります。どうも最後まで見てくださってありがとうございました。また次回作でお会いしましょう。それではご視聴ありがとうございました。